7月の9日火曜日夜の9時になりました。さあ本日もほぼほぼ毎日配信しています。楽旅通信ライブ版今日ちょっと旅へ。本日もスタートしたいと思います。拍手 さあ、ほぼほぼ毎日配信と言いましたけれども、ちょっと久しぶりのライブ配信になります。しかも今日はいつもの午後の3時や7時ではなくて、夜の9時からの臨時ライブ配信です。前回7月の1日にライブ配信をさせていただきましたけれども、その後、いろいろですね、講演活動や、または打ち合わせ、もちろん、 これですよ。祇園祭りということで、まあいろいろですね、忙しくさせていただいておりまして、皆様にライブ配信をお届けする時間がなかなか取れませんでした。え実は今日もですね、午前中打ち合わせがあって、午後は、京都リビング様の散策講座で、ちょっと雨が心配だったんですけれども、京都の街中を歩きまして、天皇家ゆかりの泉乳寺と開光寺というお寺、 ご参拝をさせていただきました。その後、京都市役所に行って、そしてまた楽旅京町屋に帰ってきまして、先ほどまで歌を読む歌人の林和清先生と、そうです。毎月第2火曜日夜の7時半からは、NHK 大河ドラマ、光る君へ伴奏オンライン講座としまして、1ヶ月間の 大河ドラマを振り返ってあの場面はこうだった。これはこれを予感させるとか、大河ドラマをより深く楽しめる先生との対談オンライン講座がありました。本当に今さっきまでこちらでオンライン講座をお届けしまして、本来であれば今日もライブ配信できないかなと思ったんですけれども、実はまた明日からも名古屋東京と公演が3日間続きますので、 いや、これちょっと今日この時間を逃すと皆様にライブ配信をお届けできるのはもう祇園祭の宵い山に突入してからということになってしまうのでここは一つちょっと京都から祇園祭の熱い最新情報などもお届けしてねばということで今日は9時からというちょっと遅い時間になりますけれども臨時楽旅通信ライブ版今日ちょっと旅へをお届けしているということなんです ということで、7月の1日以来、8日ぶりのライブ配信ということで、今日7月の9日火曜日です。ということは皆さん、明日、7月の10日は、祇園祭りで言うと、そうなんです。先祭りの山鉾立てが始まります。明日からは、市場通り、室町通り、新町通りあたり、 大きな矛がまず立ち始めます明日から3日間、10、11、12、13も入れると4日間ですね、山鉾が次々と京都の町に現れる山鉾建てといいまして、蔵の中からこのさまざまな部材を取り出して、山鉾を組み立てるという期間に入ります。もうあの高い ほこの姿を見ると、いやー来た祇園祭りという感じがすると思いますけれども、皆さんもぜひ心待ちに待っていたこの夏祭り、祇園祭りが、いよいよこの後先祭り、山鉾巡行へ向けて、山鉾立て、引き染め、宵山、そして17日の山鉾巡行。いやいや、それでは終わらない。その後には後祭りがあって、山鉾立て、 宵山後祭山鉾巡行と本当にこれから熱き2週間京都は迎えることになります先祭りの先頭を行く薙刀鉾たりでも明日からいよいよ本格的に鉾を建てるということになりますもう四条通りあたり一車線規制されまして薙刀鉾かんこ鉾月鉾と四条通りも がが大きく立ち上がり始めます明日10日とあさって11日この2日間を使ってほぼ完成されまして翌12日に引き初め13日には放火鉾や船鉾岩戸山の引き初めがあるなど今週末に向けて祇園祭りはどん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 と盛り上がっていくことになると思います。 さあ皆さん明日お仕事帰りに市場通りを歩くと大きなホコが立ち上がり、明後日、明日明後日と祭りムードも盛り上がってくると思います。ぜひ今週末いよいよ良い山を迎える祇園祭り、先祭りお楽しみいただきたいと思います。そのためにもちょっと今日は臨時でもライブ配信をということで今皆様にお届けしているということなんです。 ちょっと久しぶりのライブ配信で力が入ってますで先頭を行く薙刀鉾その後ろを巡行する今年2024年先祭り山一番がこちらの油天神山と申します先日人形の田中屋さんの方で今年の縁起のいい山一番ということでこちら ミニチュアの油天神山ゲットししてきましたよくご覧いただきますと、油天神山というお名前の通り、お山の上には、ご神体としては菅原の道真校ですから、この黄金に輝く本殿、神様が宿る建物をご神体として、お山の上に乗っていきます。 で祇園祭は疫病退散ということでこのような新松という松の木もしくはものによっては杉がつくこともあるんですがえこういう樹木がついて山という名称になりますがさすが天神山ここに赤いお花をつけているのが天神山といえば梅ということで梅の花も咲き誇るお山なんです。 夏で本来は梅が見られる季節ではありませんけれども、見事油天神山には梅の花が咲き誇るという、菅原の道田猫天神様をご祭神としてお祀りする油天神山が今年縁起の良い山一番ということで、7月2日のくじ取り式で見事引き当てたということになりました。 いやー今年の良い山、油天神山さんはね、ちまきも縁起がいいということで、多くの皆様が求めに字をいただこうと詰めかけるんではないでしょうか。油天神山は、油のこうじりに天神様を祀ることから、油天神山という名称になっていますので、油のこうじ、つまり、 私たちいつもご奉仕をさせていただいております、滑狂山から四条通りを西の桃院を越えて油の工事まで行って南へ下がっていくと、この油天神山さんが出てきますので、今年はぜひ宵い山の時にご神体、ご参拝させていただきまして、縁起をちょっとでも私たちもいただこうかなと思っています。そして、 毎年ご奉仕をさせていただいております。角居山。市場通りの新町と西の東院の間、角居山町でこの、祇園祭り34種類出る、絢爛豪華な山鉾の一つ、角居山。こちらを運営しておりまして、そこで私たちもご奉仕をさせていただいているということなんです。なんと実はこの、 我らが活挙山。こんな本が今年新たに発売ということになりました。100年後に伝えたい祇園祭り、活挙山ということで、実は活挙山で一冊本が出たんです。えこちら、今後、 様々な山鉾にシリーズ化して本が増えていくということなんですが、今回なんと、栄えある、第一号として、活拠山が本になって今、本屋さんに並んでいます。例えば皆様、祇園祭り来られまして、市場からすま、ちょうど道向かいには観光鉾が建っていますが、南側に 京都経済センターといいいう新しいビルが建っていますその1階に入っている大垣書店にもずらーっと山積みになっていますのでぜひ祇園祭りファンの皆様今後いろんな山鉾出てくると思いますが栄えある最初の第1号に「角拠山」が選んでいただきましてこんな素敵な本で中はですね まあ、判券の関係がありますから、パラパラっとですが、割拠山のあれもこれも、もう小林さんの頭の中にある素晴らしい知識、歴史となかなか見ることができない写真や資料なども豊富に、あの聞きますと、予想よりもページが増えたと、まあ、つまりそれだけ中にぎっしりと。 カッ山の歴史から文化財から魅力から何からあらゆるものがここに詰まっているということなんです。ぜひ皆様本屋さんでこの本を手に取ってお買い求めいただきたいと思います。実は後ろの方にはこのカッ山町で様々、もちろん子供の頃からカッキョ山町に生まれて育った 地元の方もいらっしゃいますし私たちのようにご縁があってご奉仕をさせていただいている保存会のメンバーもいます実はその中から私もですねこの本の後ろの方に少し原稿を寄せさせていただきまして「活拠山と私」というテーマでどのようなご縁で活拠山にご奉仕をさせていただくことになってその時どう思ったかなど私なりに少し文章を書かせていただいております ぜひ皆様、お手元に一冊、かっきょやま、こちらですね、さまざまなカラーで写真も入っておりますしね、いろんな方々の寄せられた文章から、本当に素晴らしい本に出来上がっていますので、ぜひ皆様、お手元に取っていただきまして、産経デザイン株式会社からの出版ということで、 今回、本が出ておりますので少し本の概要ですね、えー、この辺り、ちょっとバーコード、本の種類ですね、この辺り、ちょっと皆さんご覧いただきまして、お手元に1冊、ぜひお求めいただいたらと思います。さらに、割拠山では今年も皆様に宵い山の時にたくさん来ていただきまして、縁起物をお分かちできたらと思っております。例えば やはりい山の楽しみの一つは各山鉾に登場するいろんな縁起物角居山でも今年新しい柄やこれまでなかった色での手ぬぐいということで新たにこの3つがですね実はい山に登場しますどうですか皆さん手ぬぐい大好きだということでいろんな山鉾巡って 好きな柄の好きな色の手ぬぐいを集めている方も多いと思います。例えばこちら。ちょっともう早速ね、中をご覧いただきたいと思いますが、かっきょ山、ま。そして、広げますと、何がデザインされているのかと言いますと、こちら。かっきょ山の会所。町家が、 リニューアルをした、その建物のデザインで手ぬぐいが完成したということなんです。そしてちゃんとお山と、これ、ご奉仕をする皆様も手ぬぐいになっていまして、お山の中にはご神体の各狂、ご神体のお人形もちゃんとこの手ぬぐいになっています。この 新たに生まれ変わりました割拠山の町家とそしてご奉仕をする皆様そして割拠山ということでこの素敵な手ぬぐい今年の新柄としていよいよ14日の宵山から割拠山町会所の方でご神前で皆様にお分かちをする皆様にお求めがいただけるようになりますのでぜひ縁起物としてこちらの 手ぬぐい。ちょっと覚えておいていただきたいと思います。まだまだですよ。3つありますからね。2つ目、こちら。これはまたね、いい柄なんです。皆さん、わかりますかこれ何か。竜です。今回、こちらも新柄ということで、こちらは天にも昇る 縦の手ぬぐいでまさに竜が天に向かってずわーっとこの駆け上がるかのような素晴らしいこの新しい柄のこれも手ぬぐいになります。これも今年2024年初の皆様へのお分かち皆様への授与となりますので先ほどの会所の黒っぽい手ぬぐいと こちらは青色、紺色の素敵な色になっていますのでこちらもぜひですね、お見逃しなくというところなんです。で、この鮮やかな色、どうですか、皆さん、この素晴らしい鮮やかな色は、実はこれ、かつて色違いがあったんですが、今回、鮮やかにこの赤色に染め上げて生まれ変わりました。かっ 今日釜堀山と言いますようにこの土を掘った桑と下の方には金運をもたらす釜ということでかっきょ山八坂神社の三つどえと木工門も入りこの素敵な色鮮やかな赤の手ぬぐいもまた今年新たにお目見えしたということになります。是非 この3種類いよいよ14日の宵山からの皆様への授与ということになりますのでぜひ活響山町の方に皆様足を運んでいただきたいと思います昨年大きな人気になったもちろんこの活響山は金運が上がりますもちろん山井大さんの厄よけ活響山のお守り こちらもまたご親善での皆様に授与させていただきますさらにはこちらの金運少福割拠山のこれ金属なんですこれお財布に入れておくとどうでしょうもう金運上がること間違いなしということでこちらも昨年大きな話題になりましたさらに こちららは鈴鈴土ででで作ったすすから奴隷ですね神社にいろんな奴隷がありますけれどもそう、かっきょ山はこの黄金の釜ということになりますので釜が鈴になっていましてこれが今年も皆様に字をさせていただくということになりました。ので これはね結構レアですよ、数限定、昨年も最終日にはもう姿が見えませんでした、皆様にすべて授与させていただいたということで今年もまた数を揃えて皆様、授与させていただきますのでぜひ、こちらもですねあの宵山の時に割狂山の方にお越しをいただきたいと思います。私も明日日からら3日間ちょっとまた京都を離れれなななければならないんですが え週末の13日の土曜日が私たちかっ山の山立ての日になりますので朝から夕方までもうかっ山町の方に私もかっ山の T シャツを着てご奉仕を1日させていただきますもうあちこちあちこちどっかで私動いていると思いますのでちょうどね週末の13日は多くの賑わいになるんじゃないかと思います人のえぜひね皆様も 京都に来られる方、暑さ対策ちょっと気をつけながらですけれども、えぜひ、活気山も覗いていただきたいと思います。そして翌14日から、ご神前が開かれまして、縁起物は14日からです。14日の日曜日から、15日月曜祝日、16日火曜日と、宵山の3日間に皆様に授与させていただきますので、ぜひ、3日間お越しください。私もほぼほぼ、ほぼほぼ、 3日間、活響山の方にハッピーを着たり T シャツを着ていると思いますのでぜひお声がけをいただきたいと思います。あれいないなあというときはちょっと、ね、裏側でお弁当を食べているかもしれませんので誰か関係の方にお声がけをいただければすぐもう表に出ていきますのでぜひお声がけをいただきたいと思いまますす皆皆様様に直に縁起物を授与させてていいいたただきたいと思ののでおおお越しし待ちしております。 くれぐれも暑さ対策、あの、水分補給など欠かすことなく、体調の管理にはお気をつけいただいてですね、本当に今年の夏、厳しい暑さを迎えています。あの、私たちは京都にいながらにして、ちょっとこう慣れてきている、今ちょっと毎日の暑さにちょっとずつ今体慣らしてますから、今週末からの良い山もなんとか耐えられると思いますが、急にね、ちょっとこう涼しいところから来られた方ですとか、 言っても京都はね山に囲まれた盆地でじめっとしたもう独特の暑さがあるんですよ、同じ気温でも多分京都の方がねなんか暑いような気がします。なので皆さん、ちょっと体が慣れてないという方はですね京都の暑さはもうすごいですから <laughs> あのお気をつけて京都にお越しをいただきたいと思います。明日日から3日間少しライブ配信再びお休みとということになりますので次回はね 13日も山立の日、もうヘロヘロになってるから夕方難しいかな。14日、15日あたりは、ぜひ、拡挙山の皆様と一緒に、会所の方からライブ配信ができるかな。会長様にちょっとお願いをさせていただいて、そんな機会も、昨年もちょっとお届けさせていただきましたけれども、拡挙山町の皆様と一緒に、祇園祭りの もう熱気をそのままライブ配信でもお届けできたらいいなと思っていますので、ちょっと段取りをしておきたいと思います。ぜひご期待をいただきたいと思います。次回は14日、15日あたり、もう祇園祭り真っ只中にライブ配信を次回お届けしたいと思いますので、ぜひご期待をいただきたいと思います。本日のトークはここまでとなります。それでは、 最後になります。心にハートに元気をチャージする合言葉で締めくります。さあ皆さん、合言葉は、きっと、もっと、京都を好きになる。この好きになるというと皆さんも大合唱いただきまして、手にはハートマークを作って、今日も京都からたくさんの元気をお届けします。皆様からも、たくさんの元気を京都にお届けいただきたいと思います。それでは行きます。 きっと、もっと、京都を好きになる。ということで、本日は臨時版午後の9時からお届けしました。楽旅通信ライブ版、今日ちょっと旅へ。明日明後日は、しあさってまで名古屋、東京に行きますので、ぜひ、名古屋、東京の皆様は、 もうこの祇園祭りの熱気をお届けしますので講座でお会いしたいと思いますそしてライブ配信の皆様は次回は14日15日あたりにもう祇園祭りど真ん中からお届けしたいと思いますのでぜひご期待をいただきたいと思いますそれでは本日もご視聴いただきましてありがとうございましたそれではポチー